校長です。今日は UV レジンで自作グッズ作りやっていきたいと思います。なんかアイドルさんとか推しのグッズのシャカシャカキーホルダーのやつ、インスタとかでよく見かけるんですけど、皆さんは見たことありますでしょうか。多分私の今サムネイルにもなってると思うんですけど、こんな感じのやつを今回作っていきたいと思います。で、三宝石でこのシャカシャカキーホルダーが作れるシリコンモールドがお手頃な価格で売られていたので、今回は三宝石のシリコンモールドを使って自作グッズ作っていきたいと思います。よかったら見ていってください。それでは作っていきましょう。のチャンネル、それでは作っていきたいと思います。で、今回使うこちらが三宝石で買ったシリコンモールドです。で、今あるのがこれハート型なんですけど、もう一個星型もあって、動画にする前に私試作でちょっと使っちゃったんですけど、こんな感じ、星も可愛いんですけど、今回動画ではこっちのハート型の方を作ってみたいと思います。そしてセット内容をご紹介していきます。で、今回面白いなって作り方思ったんですけど、マスキングテープとか敷いて私レジンだけで作っていくと思ったら、なんかこういうビニールも付属でついてて、これを使いながら作っていくそうです。で、ちゃんと説明書もあって、すごい丁寧な説明書で、ここに作り方が書いてあるので、これを見ながら作っていきたいんですけど、ちょっとこれよりもこっちの方が作りやすくなるんじゃないかなっていうところは個人的に書いていきたいと思います。すごいわかりやすい説明書、本当に丁寧に書いてありました。それでは作っていきましょう。ではまずこちら型の表面になるんですけど、一回裏側を向けて、この上に付属で入っていたこのビニール製のなんかこういうシート、これを乗っけて、ペンでこのハート型をなぞっていきます。で、ハサミで後で切るんですけど、ペンの跡はなくなるように切りたいので、ハートのちょっと外側なぞっていきたいと思います。こんな感じで切っていきました。で、このシート2枚重なってるので、ピラッと2枚に分かれます。そしたら次レジン液準備していきます。で、今回はソーリーレジンっていう私のお気に入りのレジン液です。色はピンク色で、若干透け感出したいなと思うので、うっすらピンクになるよう、ちょい少なめで。そしてこちらなんかピンク色のアルミ箔っぽいやつ、これを混ぜていきたいと思います。ちょっと入れすぎかも、まあいいか、大丈夫でしょう。砕いていきます。 OK。 で、作ったレジン液中に入れていきます。ドーン。感じで流していきましたので、一旦これで硬化していきます。こんな感じで硬化していきました。そしたら次ここの透明になっていく面を作るので、透明のレジン液を流していきます。ドーンと。で、説明書通りの作り方だと、この面をレジン液で薄く塗って、最初に切ったこちらのビニールをここに置くっていう感じの作り方なんですけど、私それだとね、なんかうまくいかなかったんですよね。多分自分の作り方が悪かったのかもしれないんですけど、なので私ここではレジン液を、もう透明のレジン液を型いっぱいまで流していくっていう作り方でやっていくことにしました。そしてここの表面に何か入れたいっていう時は、この時一緒に入れちゃいます。ダイソーのアルファベットシールです。これでまた一旦硬化していきます。硬化できたので型から外していきたいと思います。てってれってってよいしょ。うわ、めっちゃ綺麗。他にも種類いくつか作っていきたいと思います。で、今回はピンク色にキラキラを入れて、これをハートの上の方に入れて、この鬼滅の刃のみつりちゃん風に作っていけたらなと思います。硬化ができたら、また透明の液たっぷり上まで入れていきます。
よいしょ、これで硬化します。よいしょ、おーかわいい、こんな感じ。みつりちゃんカラーです。続いて紫色です。しのぶさんをイメージしてちょっと紫にしてみたので、真ん中ローマ字 S ってつけてます。かわいい、じゃん。続いてもう一個お花系なのを作ってみました。よいしょ、かわいいですね。なんかさ、ほんと雰囲気がさ全然違くて、入れるものによってめっちゃ楽しめるかと思います。こんな感じで外枠部分いくつか作っていきました。でさらにさらにここからまた楽しいんですけど、次はひっくり返して中に好きなものを入れていきたいと思います。で表があっちになるので、今回こういうパーツ入れていこうと思ってるんですけど、これはどっちでもいいのかな。なんか裏表あるパーツだったらあっち側が表になるように置いていきます。お花を入れたフレームはちょっと花系のやつを入れていきたいと思います。でパール多めでなんか上品な感じにしていきたいです。しのぶさん風のやつ、紫色、そしてキラキラのお花っぽいやつ、適当な小さいつぶつぶパール、そしてちょっとちっちゃくて見にくいんですけど蝶々のパーツ、あれも中に入れちゃいたいと思います。そしてここにはこの紫色のバレエシューズみたいなやつ、で最後みつりちゃん風のはハート系で可愛くしていきたいと思います。こんな感じで中に入れるものを決めたら最後蓋をしていきます。でこちら一応なんかね、ここに空気穴みたいなのがあるんですよ。ポコンって、ほんのちょこっとだけなんですけど凹んでいるところがあって、中にお水、液体を入れたいときは最後ここを塞ぐようにレジン液を詰めるんですって。で特にここから漏れるものでなければここのくぼみは無視して作っていきます。蓋は一番最初に切ったこのビニールのやつ、これをここにかぶせていきます。でちょっと大きさを見たいので一回合わせてみて微調整をしていきます。大きさ的に大丈夫だったらマスキングテープでちょっと一箇所止めておきたいと思います。こっちの方からレジン液を使ってくっつけていきたいと思います。これを閉じていきたいと思います。これで一旦硬化します。片方くっついたら反対側も同じようにしてくっつけていきたいと思います。入れていきます。これでまた硬化していきます。裏側こんな感じでくっつきました。こっちがねそのビニールの方です。でこっちが表側、めっちゃいい感じではないでしょうか。なんかビニールって耐久性大丈夫なのかなってちょっと心配だったんですけど、何も問題ない感じにくっついております。今回その三宝石の作り方の方を見ながらやったんですけど、この一つだけだと中に入れるものの厚さが限られてきちゃうんで、もしもっとなんか大量に入れたいっていう時はもう一個同じようなの作って、こうやってペタンってくっつけるとさらに厚みの出るものができるので、そうやって使う方法でもいいんじゃないかなと思いました。そしてみつりちゃんのやつだけ今回 iPhone ケースにつけていきたいなと思ったので、このシャカシャカ面を上にしてこのまま iPhone ケースをペタッとつけていきたいなと思います。これで iPhone ケース乗っけていきたいと思います。この辺でいきます。よいよ、この状態で硬化させていきます。UV レジェンのシャカシャカキーホルダー完成です。
ピンバイスで穴を開けて9ピン入れてつなげています。で振るとこんな感じちょっとリボンが大きくて揺れは悪いんですけど、まあまあシャカシャカします。まあ、ちょっと細かいパーツいっぱい入れた方がこんな感じでシャカシャカは楽しめるかなっていう感じ。ということで今回は三宝石のシリコンモールドを使ってこの推しグッズシャカシャカキーホルダー、今回はスマホケースにしたみつりちゃんのやつと、あと自分の好きに作ったやついくつか作っていったんですけど、こんな感じでシャカシャカっていうのを作っていきました。ただね、みつりちゃんのがちょっと周りとくっついちゃって軽くしかシャカシャカしないっていう感じになっちゃったんですけども、この透明感がとても可愛いなと思います。今回金具1個しか家になくって他のやつつけられなかったんですけど、なんかいろんなバリエーション作るのとても楽しかったです。よかったら皆さんも作ってみてください。今のスマホケースが前に動画で作った猪之助くんになってるので、次みつりちゃんにしていこうかなと思いますそんな感じです。よかったら皆さんも作ってみてください。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。今日はこれで終わります。バイバイ。